皆さんこんにちは、ダイスです。今回はスナックワールドトレチャラーズゴールドをやっていきましょう。ゴブさんにクエストがあるのでここから進めていきます。はい、ゴブさん、大変じゃ、大変なんじゃ、バニラちゃんがさらわれたんじゃ。また？わしのバニラちゃんがの、わしのバニラちゃんが、いや、ゴブさんのバニラさんではないよ。うん、私のだって言いたい。バニラちゃんをさらった相手、前回は地獄のジョーカーだったよね。また地獄のジョーカーがまた犯人ね。いい加減にしてほしいよ。でもさ、ここからどうやってさらうんだろう。来るのかな。しかもやつめ、今度は結婚式を開くと言いよった。わしのバニラちゃんとだぞ、わしのバニラちゃんと。いや、そんな4回も言わなくていいよ、ゴブさん。わしのバニラちゃんじゃないから。もう許せん。バニラちゃんを助けに行くぞい。助けに行くのはオッケーだね。題して花嫁奪還作戦、結構じゃ。地獄のジョーカーの花嫁バニラちゃんをさらう、逆に、そうと決まればすぐ行くぞい。しかし結婚式じゃからな、フォーマルな装備で行かねばならん。え、フォーマル持ってたっけ。でないとクエストをやれんのじゃ。ゲームシステム的な問題での、こういう話の時にマヨネがいないっていうね、ツッコミがないのがちょっと寂しいかも。まあとにかくじゃ、赤に望まれぬ結婚を強いられるバニラちゃん、そしてさっそうと現れるわし。うん、どうした。それはもうフォーリンラブしかないぞい。そしてその後は、それは阻止しないといけない事態だね。行くぞ、花嫁奪還作戦決行じゃ。よろしくね。ゴブさん、こんな調子だけどよろしく頼むね。イエサーブイヨンさん、ヨン様はいつもバニラちゃんの味方ね。ランク10、無謀強制結婚式。助けたらバニラちゃんからご褒美をもらうんじゃ。あんなことやこんなことを、ムフフフフ。いや、そうなるとは限らないけど、とりあえずクエストを受けます。はい、スーパーボス地獄のジョーカー。種族デーモン、属性が闇、色がパープルグリーンなので、デーモンバスターと闇バスターを中心に持っていこうと思います。目玉報酬はヒールドリンククランアリーネ。これはデパートでも確か売ってるよね。私一つしかまだ持ってないので、出たら強化入れようと思います。はい、月光の吸血鬼は、これもまだ持っていないので、どちらかというと素材が欲しいです。それでは行きましょう。はい、着替えました。フォーマルスタイル判定 A なので、多分このままで進められると思うので行ってみます。ダイス。笑い方が怖いから。はい、雨降ってるんだよね、ここ。なん、あれ言っちゃった。今回はですね、シンデレラに、グーグーに、ジェニファーさんを一緒に連れてきました。やばい、ブロックバスターがついてるのが1本ぐらいしかなくって、結構ね辛いんだよね。今後ね、ブロックバスターついてる武器集めたいと思います。手数が多くなっちゃって結構辛い。あ、オッケー、どこ開いた。半分、これでやっと半分か。いやん、スナックも溜まってないし、うわー危ない。ジャラブレイクも溜まってない。どこ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 、いた。もうちょっと、もう真後ろから、あ、いけた、オッケー。よかった。今当たっちゃったかと思いました。危ない。はい、163経験値。バニラタン、また勝てなかったよ。言ってるのは可愛いんだけど、やってることはよろしくないよね。運命の男ゴブさんが助けに来たぞい。いや、運命の男かどうかは本当わかんないからね、ゴブさん。
箱は全部で何個かな。私が欲しい牙出ない。はい、デトンの香り瓶しか出ない。つらい。クスバニラタウン、こっち来て。バニラタウンって言って向かいに行ってるのかな、毎回思うんだけど、はい、どうなんだろう。終わった。やったぞいバニラちゃん。ヨン様かな。オッケーオッケー。はい、ヨン様。まあ分かってたけど無事でよかったね。はあ、またバニラタンが行ってしまう。まだ終わらないぞバニラタン、俺と結婚してください。俺さ、結婚式って言ってるけどプロポーズはしてないんだよね、この時点だから。なんかこの流れ前にも見たような気がするね。うん、だいぶあの順番違うと思うんだけど、バニラタンと俺が夫婦になれば問題ないはず。いや、断られるかもしれないよね。さようなら。玉砕した。そんな、分かっとらんな。バニラちゃんは味のわかる男が好みなんじゃん。味のわかる男ってどういう意味？だからバニラちゃん、これから毎日わしに毎日味噌汁をぶっかけてくれ。これね、 3DS の時も思ったんだけど、味噌汁を作ってくれじゃなくてぶっかけてくれなんだよね。意味がわからないよ。そこは普通作ってくれね。そうだよね、ぶっかけるって作るわけないでしょ。そこからか。やったわい。え、返事をもらえたぞいって喜んでる。なんかコブさんはなんで喜ぶの。え、やっぱりこっち来る。最後はお主が行け。またやるの。ゴブさんバカなの。これみんなだったらどっちにするんだろう。え、またやるのにしてみようか。懲りないね。またやるの。何が何だろうがやるんじゃ。お主だけ無傷なのは許せん。そうだそうだ、ここの二人は気が合うよね。めっちゃ見られてるよこれ。ということで選びましょう。大切にします。結婚してください。 I love you please marry me。 結婚しようよバニラさん。真ん中の英語は愛してるよ、結婚してって書いてある。これにするね。結婚しようよバニラさん。すごいじゃん。一応前向きに考えるわ。やった。なの？なんじゃと。お返事もらいました。 前向きに検討。とても嬉しい答えだね。ここであったが100年目。いや、100年も生きてないし。わしの究極魔法じゃ。今からわしはお主を撃つ。コウモリたちの攻撃を受けてみな。ゴブさん加勢するぞ。おお、気持ちを俺も同じだ。あ、仲良くなった。うん、まあいっか、帰ろっかね。バニラちゃん帰りましょう。はい、大丈夫、さっきのは冗談。うん、分かってます。いや、友情が芽生える瞬間っていろんなパターンがあるんだね。無謀強制結婚式バッチリクリア。この間はありがとう、信用して、信頼してるわ。嬉しい、これからもよろしく。ゴブさん、ここはあえて敵と手を組むしか。ちょ、お主は来るな、今秘密の作戦会議中じゃ。お主には絶対負けないからな、ベータ。秘密の作戦会議は一人でやってるのかな、どうなんだろう。ん、はい、今日のジャラとスナックの読み込みやってみたいと思います。実はですね、最近ジャラステを遊びに行って宝くじ当たりました。ということで今回はそれを使ってみようと思います。はい、ということで私が初めてジャラステで当たったのは2等でした。で、今回の2等商品なんですけど、過去の1等の商品だったものが数種類2等の景品になってるんですよね。今回私が何が当たったかというと、早速開けてみます。
はい、確認すると非売品の文字があります。私が当たったのは全国フレンチトースター、宝くじの第1回の一等商品であるシャドウジュエルソードです。ジャラステ限定のカラーで、通常のシャドウジュエルソードって剣先の方が透明のクリスタルなんですよね。ジャラステのレアカラーは黒になってます。こんな感じで入ってるんですね。保護されてて、でもなんか袋になってるかも。あ、出ました、かっこいい。っていうかこの限定カラーのところの中、めちゃくちゃ細かく作ってあります。すごい。ゲームの中だとシャドウジュエルソード自体は 3DS の時のスナックワールドトレジャラーズで使ってたんですけど、今回ですね、スナックワールドトレジャラーズゴールドでこのジャラ読み込んでみたいと思います。よく、はい、では行ってみましょう。デタフィグもね、確か2つ今回で溜まるので、そちらからやっていきます。ピンさんと、さて、でっかい宝箱、デタフィグのやつなんで、青色のシルバーの宝箱だね、青じゃない。開けていきます。何が出るか。え、あ、すごい。え、レガシー出るの。え、これすごくない。だって3つともレガシーの武器で、これレガシースチールだよ。しかも2つ、すごっ。え、ドラゴンナイトピンさんとのデタフィグすごいね。ファインランス、フォースシールド、カルボナーラさんのお店で売り始めたりもするけど、めっちゃ高いやつだよねこれ。え、嬉しい。っていうかびっくりしちゃった。びっくりした。はい、次はドラゴンナイトチャップ、これも揃いました、コンプリート。こっちは何が出るかな。前回出たやつで考えるとレガシーではないとは思うんですけど、開けてみます。お、これドラゴンハートビーンズ出ました。デアファルコンのやつからは出てたんですけど、チャップもやっぱり出るんだね。はい、3種類ともフェアリーエレクトロニクスのでしたね。3つ目のデタフィグはデアファルコン。俺ね、1つだけ足りないんだよね。スタンプカード集めていくと、たまにね、おまけだって言って1日に2個ついたりする時があるんですけど、今回はデアファルコンだけ通常7日間かかったので、これはまた明日。よく来たね。先ほどの一等商品行ってみます。はい、シャドウジュエルソード。やっぱりさっきのはカラーが、ザラステ限定のカラーなんで、剣の先が透明だよね。出なかった。今回ドラゴンナイトピンさんとから出たもの見ていこうと思います。スーパーグレートレアのライオス。ライオスが氷バスター V3 なんで、これは今後の上位クエストの時にかなり役に立つかなと思います。もう一つ、ファインランス、噛んじゃった。ファインランス、雷バスターで V3 ついてますね。他はビーストバスター V1。 雷バスター系は結構持ってるんですけど、まだランスも持ってなかったです。
とこれ途中で出ました、スーパーグレートレアフェアリミテッドピュアナイフ。マリン V4 は使いやすいですよね。そしてこれです、フォースシールドスーパーグレートレア。カルボナーラさんのお店でめちゃくちゃ高く売り出しされたんですけど、私まだギランが足りなくて買えなかったんですよね。これね昨日出てて今日は出てなかったです。また集めようと思います。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。まだの方はチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それではまた、 See you!